名古屋テレビ等久屋台通公園南側を望む地図、久屋台通公園は愛知県名古屋市中区の久屋台通にある公園である。名古屋の繁華街、栄地区に位置する北は外堀通り、南は若宮台通へと約 2km にわたる都市公園で、名古屋市のシンボルロード 100m 道路、久屋台通の中央部である。年間を通じて、ここで、 模様し物が数多く開かれている。中心地にそびえる名古屋テレビ等をはじめ、周辺には、オアシス21、愛知芸術文化センター、NHK 名古屋放送局などがあり、また、松坂屋、丸江、三越といった名古屋の 3M と呼ばれる有名百貨店群もこの資金に店を構えている。また、 名古屋城や大洲商店街といったその他の有名スポットも比較的近くにある。名古屋市は北エリアとテレビ塔エリアの再整備を進めており、事業者として2018年、三井不動産を代表とする企業グループを選定した。上記の北エリアとテレビ塔エリアの再整備が完了し、2020年9月18日に、久屋踊りパーク及び、 商業施設の三井ショッピングパーク、ロヤードヒサヤ踊り、パークがオープンした。エンゼルパークの地下には、ヒサヤ駐車場とエンゼルパーク駐車場の2社の地下駐車場があり、エンゼルパーク駐車場は、栄地区最大の全850台を収容できる地下駐車場である。若宮台通から南のエリアに位置する。1998年に、ランの館として、 久さや大通公園の最南端に設置されたが、2014年に久さや大通庭園、フラリエとして新装された。三越前広場ス2020年2月22日、開業。中日新聞社、参考社、名古屋三越が運営を担当する。坂江バスターミナルの跡地をスポーツのできる広場として整備したもので、同年開催予定だった東京オリンピックのパブリックビューイングなどが、 予定されている。一周70メートルのコルク舗装によるトラックや人工芝による広場からなる。また、店舗としてイタリアンレストランの東京メルカートで屋上はバーベキューが楽しめ、コンビニエンスストアのファミリーマートが出店し、キッチンカーなども誘致されるという。広場は暫定利用で2023年3月末をもって閉鎖される予定となっている。広場スの事務局は、 名古屋三越坂店6階の事務官に設置されている。日本最大級のパーク PFI 事業として、三井不動産主導のもと、北部エリアとテレビ等エリアを再整備し、2020年9月18日に開業。4つのゾーンと5つの広場からなり、商業施設と公園が一体化した新たな都市公園である。また、2021年2月末まで、 NTT コミュニケーションズと提携し、ICT を活用して匿名化したスマートフォンの位置情報から来園者の行動を解析したり、リアルタイムでの人物トラッキングにより、迷子の捜索や不審者の追跡を行うとともに、混雑状況の把握やサポートが必要としている人を検知するという、ゾーン1、学びの森ゾーン日常性をイメージし、 商業的性質からは少し離れたゾーン。芝生の広場が広がり、市民らの憩いの場となっている。ゾーンに緑豊かな小道が整備され、アートやライトアップの演出を行っている。また、小道沿いにレストランやテラス付きのカフェが設置されている。ゾーン3、テレビと広場テレビ等の北側に面する。屋外卓球施設やアウトドアショップ、アパレルショップが設置されたエリア。 中央に芝生広場が整備され、スポーツコミュニティやアクティビティを楽しむことができる。ゾーン4テレビ等やオアシス21等の境の中心的設備に隣接したゾーンであり、東公園の中核を担う部分でもある。水辺広場とメディア広場の2つの広場が整備されており、商業施設が多いエリア、店舗情報等、詳しくは、ひさや踊りパーク公式 HP 等を参照のこと。 パリシャンゼリゼ委員会との友好記念モニュメントを主な駐車場は以下に示す通り、休日は非常に混雑する。いずれも1978年設置リバーパークは、久屋大通公園の北部に位置する桜通大津から外堀通りまでのエリアの名称。公園内は木々に囲まれており、川や池があった。リバーパークの最南端には、名古屋テレビ塔のある。 セントラルパークへの歩道橋、セントラルブリッジがあり、また、名古屋市へ地下鉄名城線、桜通線の久屋大通駅があった。リバーパークの特色としては、名古屋市と姉妹都市関係を結んでいる各都市のモニュメントが置かれていることが挙げられる。設置されているモニュメントは、の5つ。ロサンゼルス広場は、リバーパークの南側に位置する、名古屋市の姉妹都市の一つである。 ロサンゼルス市のモニュメントが置かれているエリアの名称。ロサンゼルス市を示す標識や、チャイニーズシアターにあやかり、マリリン・モンロー、クラーク・ゲーブル、グレゴリー・ペック、チャールトン・ヘストン、ジュリアンドリュースなど有名な映画俳優や歌手たちから、取った手形、足形の複製版がここで設置、公開されていた。ここでは、以下のモニュメントが設置、公開されていた。 銅像希望の泉セントラルパークは、久屋大通公園の中心に位置する、桜通から広小路通りまでのエリアの名称。このエリアは園内を境川が、名古屋テレビ塔前まで流れ、リバーパークと同様に木々に囲まれている。また、このエリアにも様々なモニュメントが設置されている。セントラルパークの中心に位置する、電波塔については、名古屋テレビ塔の項目を参照。 ここでは以下のモニュメントが設置公開されていた。セントラルパークの地下にあり、持ちの木広場を通じて繋がっているセントラルパーク地下街は森の地下街と繋がっており、セントラルパーク地下駐車場も併設されている。この地下街を通り、オアシス21へと出ることもできる。また、名古屋市営地下鉄名城線栄駅、及び名鉄瀬戸線栄町駅が通っている。 最南端には、かつて、希望の泉と呼ばれる噴水が存在した。盲導検査部のゾーンエンゼルパークは、久屋大通公園の南に位置する、広高寺通から、若宮大通までのエリアの名称。このエリアも他のエリア同様に木々に囲まれており、様々なモニュメントや噴水が設置されている。エンゼルパークの最北端には、盲導検査部の銅像があり、 その南側には名古屋市 A バスの境バスターミナルが広がっていた。エンゼルパークの中域は愛の広場と呼ばれる大きく開けた広場となっており、ここにはベンチに座っている銅像など様々な銅像が設置されている。また、松坂屋前にはエンゼルブリッジと呼ばれる歩道橋がかかっており、エンゼルパーク南に位置し、水の湧き上がる噴水がある久屋広場に続く。 光の広場と呼ばれるエンゼルパークの最南端には巨大な船を思わせるオブジェが設置されている。このオブジェからは夜間になると名古屋テレビ塔に向かいレーザー光線が照射され美しい光景を作り出す。なおエンゼルパークのエンゼルとは森永製菓がスポンサーとなっていたエンゼル球場が所在したことによる。エンゼル球場は森永のトレードマークエンゼルから命名され、 1954年頃から1962年頃まで利用されたが道路や地下鉄の整備に伴い数年で取り壊された幻の球場であり、後に光の広場となった。ここでは以下のモニュメントが公開されている。ありがとうございます。